掃除なんか誰がするか、月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカジカラ。山瀬まみさんも陳さんも押したかしないですけど、これはもう志の輔師匠が「ガッツリいただけましたでしょうか」って言っても全然僕だけはそんな。このさすごい口調でさ、バカじゃねえのみたいなさ、死ねみたいに書いてあってくれればまだしもなんだけど、きちんとしてんだそういう人たちがただ、気分転換要素も含めてすごかったなで、みんなさツイッターってやっぱさ、工夫すればさ誰がどんなこと書いてならば、あれ、そのトム・ソーヤの冒険でトムが呼ばれてね、なんとかおばさんにね、なんかケツ叩かれんじゃん、なんつったっけな、いまだに多分布団叩きって売ってると思うし、布団叩きって名前だよね、ヒップスパンカーとして売ってくれるんだったらば、参勤